界中でバラバラになっている品質基準というものを一つツナスコープで AI で共通の公平な目利きの基準を作って、世界中で美味しいマグロがみんなが食べれるような世界に貢献していくというのがツナスコープのツナスコーププロジェクトの大事な目標です。AI とマグロっていうその違和感のある組み合わせでちょっとみんな警戒して食べるようなところはあったんですけども、食べてみるとやっぱすごくちゃんと AI の目利きが入って、そのマグロは確かに美味しいものなので、すごく皆さん喜んで美味しいと言って食べてくれました。日によってその天気であったりとか、まあ電飾であったりとかで全く見え方が違う時もあるので、だそういった部分ではまあ機械、まあ AI の方がそういうブレがないのかなっていう